10日を少し過ぎるかな。 Oh no! シンデレラだったらもうやばいぜ。はっけよいんのかかったマッカルツカキです。今日はですね、暇なんでベッドで寝転びながらね、携帯をいじっていたらこんな DM が来てました。1億円あげるので怠慢してくださいと。まあ、勝ったら1億円くれると。まあ、もちろんね、1億円くれるわけないと思うんですけれども、逆にね、1億円あげるからって嘘ついてまで怠慢やりたいこと、俺は怠慢逆にしたくなっちゃったんで、今回は逆に俺からしたくなっちゃったんで、今回やっていこうと思うんですけれども、まあ、けれどもっていうかやっていきます。特にあの、なんかそんな大したこと考えてないんで、適当に怠慢して動画にしようかなぐらいです。よし、お疲れ。お、出たな。はい。おいおいおい、しつけーじゃねえかお前 DM。 いやー、見てくださいよ。いやいや、しつこすぎてもう目に入っちゃったんだけど。君さ、俺に DM でさ、なんか、はい、スプラ2怠慢してください、もしアッキーさんが勝ったら1億円あげますって言ってるけど、これ本当？はい、ほん。え、なになに？なに？これ本当？まあ、どうかは、自分で考えてください。いや、お前電波悪いな、お前。いいとこ一番聞こえてねえから。何？自分で考えろって。はい。ああ、1億円くれんの？もし俺が勝ったら。ありますよ。くれる？勝ったらですよ。ああ、もちろんもちろん。やった、1億円。マジ焼肉毎日食えるじゃん。やったー。じゃあフレンドコード教えるよ。はーい。4 4 8 1 9 8 11407 1407てってんゼロてっ9909。違うよ、ちゃんと聞いて。てってんゼロてっ。ちゃんもう一回お願いします。もう一回買おう。じゃあつっくてっ。ちなみにさ、武器は何にする？じゃあスプラローラー。ローラーでいいっすか？大丈夫ですよ。じゃあ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 、ローラーで行かさせていただきますよ。じゃあ全然大丈夫です。はい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 。あ、ヒーローローラーできちゃったけど、まあいいでしょ。はい、大丈夫です。よーし、1億円、これ買ったら1億円。ちなみに何本選手とかルール的にはどんな感じなの？何本でもいいですよ。ということは試合終わるまで、それとも最初に勝った方、何回、5回とか、例えば。じゃあ先に3回勝った方で。3回いいね、はい、案外すぐ終わりそうだね。はい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 、まず1本まず1本まず1本1億円だから3000万円。まず3000万円、3000万円の縦振り見たかおめえよ。俺の3000万の縦振り見た？また同じとこにいちゃうのねえ、そこでしょねえ。だからダメだってね、ダメだってね。そんな張り付くの？ちょっと6000万。はい、6000万。次で俺は1億円、1億円、リーチかかってる。1億円、次で俺は1億円、1億円。まず一発、やばい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 。インクない、はい、そこインクない。どこ行ってんの？ちょっと真ん中いっぱい塗っちゃうよー、塗り広げちゃうよー。ほら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 。降り、3分もありますよ。何言ってんだよ。あと1回で終わりだよ。そんな逃げてたら始まんないけどね。そんな引きこもってないで出てきなさい、あなた。ねえ、あなた。ちゃんと仕事、降りてきちゃった。はい、そこ。ここでーす。やっほー。1億円じゃん、もうこれ。1億円じゃん。1億円じゃんこれ。俺、1億円もらえんの俺。いや、3本選手で試合は5回ですよ。何言ってんだよお前、なんで5回もやんなきゃいけないんだよ。じゃあ、まあさすがにかわいそうだから、
まあもう一回ね、やってやるけど俺が勝つ。お疲れ。ねえ、1億円、俺もう、ねえ、何やってんのね、ちょっと。俺の優しさがさ、一瞬で、これで負けて、あ、アッキー、なんだかんだ負けてあげて優しいな、みたいな感じで好感度上げようと思ったのに、今、俺の血が騒いで思いっきり倒しちゃった、食べぶりで。うわ、あゆち、だれ。なに、今何歳なの？ですね、中学生です。中学生か。多いんだよな、タイマンキッズ中学生。え、中学生のになんで1億円持ってんの？ですね、うん、何ですか、うん、なんて言うんでしたっけ、お年玉貯めてたのかな、1億円くらい。お年玉で1億円貯まったの？お前の親戚どんなやつだよ。で、何、そのお年玉を俺がもらっちゃっていいの？はい。せっかく貯めてきたのに。本当にあげるかは自分は？何本当にあげるかって、だって1億円くれるって言ったから俺やったんだよね。ねえ、ねえ、ねえ、1億円パンチ。やった、1億円。いやー、僕の持ってるアッキーさんと違いますよ、ちょっと。どういうことだよ。じゃあ最初に思ってた俺は何なの？ですね、もう本当に本気でかかってくるアッキーさんです。いや、本気でかかる必要なかったもんだって。軽くね、ちょっとやってね、まあ1億円ゲットして、俺はもうこれでね、メイウェザーのように帰るよ、俺は。うん、申し訳ないけど。じゃあ、お疲れ様でーすって言ってあげたいけど、まあね、まあ、切るの今、俺がいいよって言ったのに。え、切るの？逆に悲しくなったんだけど。え、まあ、さすがにかわいそうだから、まあ、はい。かくれんぼやってあげてもいいよ。はい、じゃあ。かくれんぼで俺のこと見つけたら、まあ1億円なしにしてあげるよ、じゃあ。はい。まあ無理か、かくれんぼも何もかも俺が強いで結局終わっちゃう気がすんだよな。いや、それはしてみないと分かりません。じゃあやるか。じゃあ塗りとスイッチの吐息でやっていくよ、吐息。はい。まあかわいそうだからな、お年玉せっかく貯めた1億円な、まあそんな簡単に俺に取られちゃ嫌だと思うから、まあ見つけてみろ、俺のこと。うん、探せ、この世の全てをそこに置いてきた。要はまさに、イカ時代。何か言え、何か言え。何？何分になったら出ればいいですか？ああ、何分がいい？あれもう、残り2分で探しに来ていいよ。時間ないもんね、だって。はい。閉ざされた。うわあ、じゃあこっち行くか。やめてください。俺は、まだ、海賊王になれてないんです。家族になるまでは命だけは勘弁してください。残り2分30秒しかない。今30秒、やばい、やめてください。どこに隠れようかな。いや、でも言うてね、まあ、中学生なんかに隠れんぼ負けてるわけねえよ、お前どうせ中学生あれだろ。なんか、負けたらなんかください。何？負けたらなんかください。負けたらなんかください。じゃあ俺がいつもつけてる指輪あげるよ。よく動画っていうか、写真とかで載ってる。はい。ああ、お前にはまだ早いかなと。よー、やべえ、2分、やばい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 、ちょっと待って待って、やばい。あぶれー、今の気づかれないんだ。え、やばいな、これ。ふぅ、あぶねー。あ、でも案外まばらに塗っちゃったから、うん、結構わかるんじゃないの。いや、でもこれ余裕だな、負ける気がしねえもん。負ける気がしない。俺動いたりしないから、かくれんぼだから。はい。おら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 、部活は何やってんの？部活は卓球です。卓球か、楽しそう。俺も児童館でよくやってたわ、はい、スマッシュっつって。いや、そんなんは言いません。ああ、そんなん言わないか、ごめんね。残り1分だよ、やばいんじゃないの。ねえ、まだ真ん中にすら来てなかったじゃん。残り、ねえ、やばいんじゃないの。え、そんの、何、自陣に戻ったの？そんなところにいないよ、ちょっと。ねえ、じゃあここにいるよっていうのロケットで教えてあげる。マルチミサイルで飛んできた方向で大体どの辺かわかるよね。ねえ、全然違かったよね。あ、やばい、あー、でもまだ音が聞こえるだけで、余裕だわ。あー、中学生だからってなんだか知らねえけどよ。
おいおい、残り20秒だぞ。音すら聞こえなくなったよ。おい、やめて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 、これで、やめて。おい、やばい、マジでやばいよ。やばいんじゃないの？え、せっかくこっち来たのに、そっち向いちゃうの？ねえ、ねえ、ほら、ほら、あ、あ、やばいんじゃないの？ねえ、ねえ、はい、お疲れ様でしたー。ねえ、落ち的にさ、かくれんぼは俺のこと見つけて。